静岡県立大学草薙キャンパスは、世界文化遺産の富士山を望む日本平の丘陵地帯に位置し、周辺には県立中央図書館、県立美術館などの学術文化施設が集まっています。傾斜地を利用し、校舎に囲まれた細長い広場のユニバーシティプラザと学生ホール、講堂、図書館を半円状に配置したコミュニティプラザを設け、古代ローマの広場を連想させるような外部空間を演出しています。正面左に国際関係学部及び経営情報学部の文系学部棟を、右に食品栄養科学部、薬学部、看護学部の理系学部棟を配置し、各学部棟には吹き抜けのカレッジホールがあります。大講堂は900人が収容可能で、学術講演会などが行われます。小講堂は特別講義や公開講座、国際会議などに利用されています。図書館では図書38万冊、雑誌5000種、電子資料2万5000種を整備し提供しています。図書や文献類の調査に関する相談や図書館活用講座、各種講習会なども行い、学術情報の拠点としての役割を果たしています。また学生のさまざまな学習形態に対応するために、グループワークルームや一人用の学習スペース、アクティブな学習が可能な LC フロアを設けています。薬草園には薬学部の学生が学ぶべき薬用植物を中心に、およそ900種の植物が栽培されています。平日には地域の人々にも公開され、四季折々の楽しみを与えています。校舎の横に広がる芝生園地、春には桜が咲き乱れ、地域の方にも憩いの場所として利用されています。建物を取り囲んで設けられた自動車用の周回道路に沿って、体育館、グラウンド、テニスコートが連なり、学生は恵まれた環境の中で講義や研究、クラブ・サークル活動などを通じて人間性を養い、確かな友情を育みます。